ハワード・リンカーン・ハワード・チャールズ・リンカーンは、アメリカの弁護士であり、実業家。主に、ニンテンドー・オブ・アメリカの元会長として知られており、また、シアトル・マリナーズの会長兼最高経営責任者を、務めていたことでも知られている。カリフォルニア州オークランド出身で、少年時代は、ボーイスカウトに所属していた。1956年のカレンダーには、リンカーンが13歳の時に、 ノーマン・ロックウェルの有名な絵、ザ・スコートマスターのポーズを撮った写真が掲載された。リンカーンは最終的にイーグルスカウトのランクを取得し、ディスティングイッシュとイーグルスカウトアワードを受賞した。1957年にカリフォルニア大学バークレー校に入学し、1962年に政治学の学士号を、1965年にバークレーのロースクールで、 法学志望を取得した。1966年から1970年までの4年間をアメリカ海軍にて法務官として勤務し、その後シアトルの弁護士事務所に入社した。当時ドンキーコングの海賊版が広く出回っていた問題にノアが手を焼いていた件で同事務所に相談が持ち込まれたのがきっかけで任天堂との関わりを持つようになる。 当初は一クライアントとして対応していたというが、問題が大きくなるにつれ、これは単にクライアントとして対応するのではなく、経営に関わるようなポジションについて、専門的に関わるべきとの判断から、当時ノア社長だった荒川実からの勧誘もあり、1982年にノアに法務担当副社長として入社。以後海賊版に対して厳しい態度で臨み、 多くの海賊版摘発に関わる。1984年のユニバーサルシティスタジオ対ニンテンド裁判、通称ドンキーコング裁判では雇った弁護士、ジョン・カービーと共にユニバーサルに勝訴した。1994年にはノアの会長に就任。2016年までシアトル・マリナーズの会長兼 CEO を務めた。ありがとうございます。